定水館です。はい、私ですけど。たかしが、たかしがいなくなったってどういうことですか？こっちが聞きたいわよ。もうちょっと買い物行ってる間にいなくなって、こんな時間まで帰ってこないんだもの。じゃあ本当に？当たり前でしょ。嘘や冗談でこんな長距離電話しないわよ。警察にはちゃんと。まあ一応ね。一応って、ちゃんとたかしの行きそうな場所を探してください。だからあんたのとこ電話したんでしょ。まあでもね、あんな子がお金も持たないでそっちまで行けるわけないわよね。他に心当たりは？あるわけないでしょ。こっちへ来てから学校へも行かず、一日中家の中にいた子なのよ。まったくこの寒空の中、どこつけ歩いてんだか。あの、何時でも構いませんので。あちゃん、しっこダメ、ほら、あ、うんこもダメ。ちょっと待って、あのね、またなかったら電話するから、はい。税水館に引き取られ、もうすぐ1ヶ月。私はこの鬼の住処のような場所で一人何とかやってきた。いつか高志を迎えに行ける日が来るまで、私はどんな嫌がらせにも、どんないじめにも負けないと誓った。でもその日を待ちきれなかったのか、高志は、私は高志が青森の家に戻ることを祈りながら、この眠れない夜どうにかやり過ごした。警察から連絡とかないんですか？こっちから何かあったら電話するって言ったでしょう。こんな朝早く電話なんかしてこないでちょうだい。弟さん、どうかしました？うん、高志が青森の家飛び出しちゃったらしくて。まったく困ったやつだよ。ほんとこらえ性ないんだから、少しは私を見習えっていうの。あのバカに
今度一度ビシッと言ってやんなきゃ。仕事仕事。まったくこの寒空の中どうかほっつき歩いてんだか。何サボってんのよ。ゆり子ちゃん、耳のことごめんなさい。ごめんなさいじゃないわよ。私痛くてろくすっぽ寝れないんだからね。さっさと拾って掃除しなさいよ。こっから追い出されたいの。まあ、あんたみたいな子こっから追い出されたら凍え死ぬしかないわよね。ちゃんいなくなったの？はい。分かったわ、行ってらっしゃい。たかしちゃんのこと探しに行きたいんでしょ？いいんですか？どうせ心配で仕事なんか手につかないでしょうからね。ありがとうございます。お前ら何やってんだ。財布なんか出してどうするつもりだ。まさかこいつに金をくれてやろうってわけじゃないだろうな。こいつを青森へ行かせるだと。仕事はどうすんだ。ただでさえな、今日は大人数の宴会が入って忙しいんだ。でも弟がいなくなったんですよ。歩みの気持ちを考えたら。勝手に呼んで出た方が悪いんだ。こっちには関係のない話だ。そんな言い方。うるさい。さっさと仕事戻れ。お願いですよ、今回は行かせてあげてください。おかみさん。だいたいな、お前がこいつのことで俺に頼むことができる立場か。やめてください。分かりました、私のことはもういいですか。OK。 え、こいつのことが可愛いか。そりゃそうだ、血がつながってんだからな。あなた、もう探しに行きたいなんて言いません。仕事も一生懸命やります。 OK。 許さんぞ。いいか、こいつはな、ここじゃただの仲居なんだよ。オオカミ、お願いです、止めてください。旦那さんがオカミさんのこと殴ってるんです。お願いします、旦那さんのこと止めてください。オオカミ。そんな大きな声出さなくても聞こえてるわよ。だったら私に止められると思ってるの？この寝たきりの年寄りに。それにね、たとえ止められたとしても私はそんなことする気はないわよ。そんな、自業自得じゃないの。あんな風に幸彦が変わったのも全てあの日から、全てあの女のせいなんだよ。大丈夫でした？すいませんでした、私のために。行ってらっしゃい。いいんです、もう。どうして？おかみさんに迷惑かけるし。気にしなくていいの、私も心配なんだから。本当は青森行っても探す当てもないし、行くだけ無駄です。そんなに遠くに行けるはずないし、そのうち戻ってくると思いますから。わがまま言ってすいませんでした。
ため息ついてる暇があったら朝食のお膳下げてきて。はい。どこだか分かってんの？待つのもね、くれぐれも粗相ないように。ってからだな。うん、エロ大技師。おお、この前の威勢のいいお嬢ちゃんじゃないか。先日は大変失礼いたしました。何先生、こんなしょんべん臭いガキに色目使って。先生、お前嫉妬か。え、可愛いやつだな。先生は私たち来てくれなくてもな。すいません。何？まだいたの？政治家の方は。困っている人を助けるのも仕事のうちですよね。だったらそれがどうした？実は青森にいる私の弟が家出したんです。向こうの警察に早く探していただけるように言ってもらえないでしょうか。そんなことして私に何の得あるんだ？私何でもします。お茶も出さないで何言ってるの？はい、すいません。ああ、レナなんだか肩凝ってきた。はい。先生。行って。すいません。ほどほどになされてはいかがですか。なんだ、お前生意気にお説教しに来たのか。いえ、そういうわけでは。いつまでそこにいるんだ。でも私の弟のことを。お前のような選挙権もない子供の言うことをいちいち聞いてるほど私は暇じゃないんだ。さっさと行かんか。なんだ今度の党内人事。二十歳になっても絶対あの奴に投票してやんない。弟、青森の家飛び出したんだってな。今頃何してんだろうな。弟ろくに喋んないんだろ。寒さに凍えて腹もすかして。どうして人の嫌がるようなことばっか言うの？心配してやってんじゃねえか。弟からだったりして。もしもし。何黙ってんだよ。俺の声聞こえてんだろ。なんか喋れ。ねえ、たかしからなんでしょう。ねえ、代わってお願い。え？ねえ、お願い。今どこにいて？ねえ。そうか。代わってお願いだから貸しなさいよ。そうかそうか、それかわいそうだな。どうして、どうしてそんな嫌がらせすんの？ひどいじゃない。たかしからだったんでしょ。さあ。さあじゃないわよ。どこにいるって言ってたの？たかし今どこにいるの？そんなに知りたいんだったら教えてあげてもいいけどな。何もったいつけてんのよ。僕が君の言うことを聞くんだ。当然君も僕の言うことを聞いてもらうよ。何すんのよ。こんなとこじゃできないことだよ。できないこと決まってんじゃねえか。君が僕のおもちゃになるんだよ。おお、随分冷たいお姉さんだな。まあいいけど、君の弟が死のうが生きようが僕には関係ないことだから。
言われたってどうすりゃいいんだよ。おい、お前弟探しに行きたいって言ってたな。はい。行かしてやってみるぞ。本当ですか？ああ、ただし条件付きだがな。日本人。あゆみに芸者の代わりをやらせるなんて何の稽古もしてない子ですよ。急に一人来れなくなったんだ。でもお前も分かってるだろう、うちの旅館がどういう状態なのか。もう踊りいいからさ、こっち来てちょっと尺してくれよな。どうしてですか？下手だからだよ。さあ、ごへん、まい、まい。私飲めませんって。いいから固いこと言わないでさ。本当に飲めませんって。それに私まだ未成年なんですから。なんだよ、俺の酒は飲めないっていうの？嫌です、匂いだけで気持ち悪くて。いいから飲みなさいよ、飲みな。ああ、大丈夫ですか？なんだよ、おい、お前、何やってんだ？だってこの人が無理やり。お前が飲まないからだろ。嫌だって言ってんでしょ。人が嫌がって抜いて何楽しんでんのよ。お嬢ちゃん、あんたこれ仕事だろ。好きなことだけやってても誰からも金なんてもらえしないんだよ。仕事ってのはな、我慢して嫌なことをやる、その我慢に対して金が入ってくるってことだ。さあ飲みなさい。この酒を味わって仕事の味も覚えるんだな。さあ飲みなさい。嫌です、私やっぱり嫌なもん嫌です。どうしたんだ？いえ、すいませんでした。よし、さあ飲みなさい。美味しいもの、どうして飲めないの？リーさん、お客様の言うこと聞かない罰です。そうそう、罰だよ罰。分かったわよ、飲むわよ。飲めばいいんでしょ。社長さん、定着は金たまらないよ。あ、そうかい。リーさん。はいはい、ありがとうありがとう。芸者さんの仕事終わったら仲居の仕事あるでしょ。あ、うん、着替えてくるね。そうだ、いっぱい行こう。いっぱい行こう。ありがとう。でもびっくりした、あのお調子の中は水だったなんて。覚悟して飲んだのにあれって感じでさ、助かっちゃった。気にしなくていいです。これでたかしのことも探しに行けるし超嬉しい。
さんの？あゆみ、いいですね。弟と会います。私、会いません。弟にも妹にも。リーさん、もうずっと帰ってません。帰りたくても私の給料じゃ食りだけで精一杯。あ、ごめんなさい、変なこと言いました。気にしないで。リーさん、あの、私何もしてあげられないけど、これ役に立てて。どうして？助けてもらったから。ほんのちょっとだけど、私の全財産。でも。いいのいいの、私リーさんの気持ちわかるし。それに友達でしょ、困ってる時には助け合わなきゃね。ありがとう。まあいっか、ゲームボーイはまた今度だ。失礼します。なんだその格好は。え、たかしを探しに行かせてくれるって。そんなもの仕事が終わってからだ。え、もちろん行ければの話だがな。お前が露天風呂の掃除が終わった頃には電車もなくなっている。明日も朝から仕事が待ってるからな。ひどい、そんなのあんまりです。さっさと行け。お前の顔見てるとな、引き金引きたくなるんだよ。お嬢ちゃん、弟行方不明なんだって。うん、もう。心配だよね。ただでさえ離れ離れなのに、たった一人の血のつながった弟だもんな。はい。昨夜からいないんだって。何やってんだろうな。飯も食ってないだろうしさ。普通ならもう帰ってきてもいい頃でしょう。なあ、まさかほら誘拐とかさ。バカ言うな。池田さん、そんな貧乏人の子供誘拐したって一銭にもならねえだろう。でも分かりませんよ。最近はね、誘拐した子供を外国に売り飛ばすらしいって。あら、なるほどな。ひどい。あ、いたいた、君のお客さん。笹岡先生の秘書のゆずるさん。はい。何ですか、私に言って。君が昼間代理士に頼んでた弟さんのこと、代わりに僕が問い合わせてみた。あ、余計なお世話だったから。とんでもないです、ありがとうございます。でも俺をやれるような情報はないんだ。そうですか。家出して1日2日じゃ警察は動いてくれないそうだ。君の弟さんの場合事件性もないみたいだし。気を落とさないで。弟さんは大丈夫だよ。どうしてそんなこと言うんですか。一言だと思って気休め言わないで。気休めじゃないよ。だって君の弟さんだろ。きっと君が持ってる生命力を弟さんも持ってるはずだよ。だからそう思えるんだ。元気を出して。笑ってる方が君は可愛いから。私も信じます。たかしは無事だって。それしかできることないから。何か分かったら僕もすぐ君に知らせる。お願いします。じゃあ今日はこれで。Thank you.
願い、たかしどこにいるのか教えて。ま、別にいいけど、分かってんだろうね。私に何でも好きなことしていいよ。裾めくり上げてよ。どうしたの？早くやってよ。あ、そう。じゃあいいんだ。教えてあげないよ。もっと上げて、もっと。そんなんじゃ教えてあげないよ。そうそうそう。もっと上げてくれ。上げて。いや。何言ってんの？やめて。やめてじゃないよ。やめるわけないだろ。やめろ。お父さん、ち違うよ。からこれは僕が悪いんじゃない。こいつがさ、僕のこと誘惑すんだよ。うわ、何すんだよ。僕悪くないって言ってんじゃん。黙れ、この無駄飯ぐらいが。お前がな、一人前にこんな真似すんねは10年早いんだよ。こんなことしてる暇があったらな、三流でも四流でもいい、大学に入れるよう単語の一つでも覚えてろ。お前もな、客取るんだったら和幸じゃなくてちゃんと金になるやつにしろ。せいで怒られたんだぞ。え、痛かったんだぞ。まだギリギリすんだからな。教えて、私に何をしてもいいから、高橋の居場所。さっきの電話な、東京からだよ。東京？家族4人でご一泊だって。じゃあさっきの電話、お客様の予約の電話。ああ、でもな、怒って切っちゃったけど。最低、その心の痛みをわからないなんてどうかしてる。俺をバカにすんのか。あんたなんか殴ってやりたいけど、殴る価値もない人間だわ。ちょっと待ってよ。こんな向きにならなくて。あ、よかったです。何よ、またあんたなの？帰ってきてないわよ。一日に何回も何回も、いい加減にしてちょうだい。ちょっと
サボってんのよ。まだ仕事中でしょ。はい。あんたなんかいてもいなくても役に立たないから同じなんだけどね。はい、税水館です。もしもし、もしもし、たかしでしょ。たかし、どこにいるの？ねえ、今どこにいるの？お姉ちゃん、お腹すいたよ。そんなこと聞いてるんじゃないでしょ。ねえ、今どこにいるの？早く言いなさい、電話切れちゃうでしょ。ねえ、今どこ？1番線赤鬼温泉発、駅そんな近くに。今すぐ行くからそこで待ってなさいよ。どこ行くつもり？何？まだ仕事終わってないんでしょ。話して。ダメ。話して。ダメよ。まさか仕事ほっぽり出して弟を探しに行くんじゃないでしょうね。そうだって言ったら行かせるわけないでしょ。ほらさっさと仕事に戻りなさい。どうして？そんなにいけないこと？弟のこと心配しちゃいけないの？別にいけないなんて言ってないわよ。だったら。でもあんたに100万と1年早いのよ。あんたみたいな居候が自分以外の誰かを心配するなんておこがましいとは思わない？だいたい三度三度のご飯が食べられて寝るところまであるのよ。これ以上何を望むの？私たちに感謝して働くのが普通でしょ。それなのにこの上弟を探しに行きたいだなんて、ずうずうしいにも程があるわ。仕事ならいくらでもする。あら、殊勝な心がけじゃない。でもそれは高志がいてくれるから。偽善者。あんただって本当はあんな出来損ないの弟いなくなればいいと思ってるんじゃないの？ほらご覧なさい、やっぱりそうなんでしょ。知らない。この家に来るまでは高志のことなんて考えもしなかった。でももし今私が高志のこと見捨てたらあの子どうなっちゃうの？あんな小さな体でこれから先ずっと一人で抱きしめてもらえるぬくもりも知らないまま生きていくなんて、そんなこと絶対にさせられない。高志のこと放ってなんておけない。だってようやく分かった。誰もいなくなって初めて高志だけじゃなくお父さんやお母さんのいてくれることの幸せ、では何とも思わなかった家族の大切さがいないのよ。高志には私しか。何かあった時に一緒に泣いたり笑ったりしてくれる家族が私にも高志しかいないのよ。いいわよ、好きにすればいいじゃない。あんたお金持ってないんでしょ。貸してあげるわよ。でもいいのよ、ここで待ってなさい。
の言うことが理解できないらしいな。仕事をサボるなと言ったはずだ。いい君ね、私に説教するなんて100万と2年早いのよ。卑怯者。人の可愛い娘なんて口聞いてんな。待って、口答えすんな。いいからこっち来い。今夜一晩ここで頭を冷やせ。明日のあった出してやる。そんなお願いですから、お願いします。たかしのこと探しに行かさせてください。お願いします、お願いします。さくら、客に迷惑だ。番号わかりません。そんな、じゃあ代わりに迎えに行って。私の代わりに高志を。でもまだ仕事残ってます。そんなことしたら旦那様に叱られます。お願い、お願いだから。私ここをクビになったら行くところありません。リーさん、リーさんなら分かってくれるでしょ、私の気持ち。弟がどこにいるか分からなくて心配でしょうがなかった。ずっと一人ぼっちみたいで寂しかった。でもようやく弟がどこにいるか分かったの。すぐ近くにいるのよ、お願いだから。ごめんなさい。何でもするから、私何でも。お金、お金ならいくらでもあげる。今は持ってないけど、これからもらった分ずっと全部あげるから。お金いるんでしょ。あなたも弟や妹に会いたいんでしょ。お金欲しいんだよね。バカにしないで。確かにお金は欲しいです。でもあなた私に友達だって言いました。友達にバカにされてまでお金欲しくないです。それは友情じゃない、詐欺すみです。違う、そんなつもりじゃない。ごめんなさい、リーさん戻ってきて。
んですか、こんな遅くに。ううん、なんでもないの。お疲れ様、安井さん。お疲れ様でした。黙ってんのよ。お姉ちゃんに心配かけといて黙ってんじゃないわよ。なんとか言いなさいよ。ゲームボーイなら買ってあげるって言ったでしょ。お姉ちゃん嘘つかないよ。たかしのためだったら何だってしてあげられる。キリの兄弟なんだよ。お父さんもお母さんもいなくなっちゃって、あんたまでいなくなっちゃったら、お姉ちゃんもうどうしていいか分かんないよ。だから勝手にどっか行っちゃわないでよ。までいなくなったらお姉ちゃん一人ぼっちになっちゃうんだよ。私を一人ぼっちにしないでよ。ごめんなさい。かし。夢は逃げないから。何やってんのかしら、こんな時間に来るのに。まだ寝てるの？ありがとうございます。何ですかその格好は。さっさと来なさい。他の子たちはもう働いてるのよ。はい、来ます。朝は一日の始まり。キビキビとね、キビキビ。